安藤先生、今日 ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと場所を移動しまして、お食事を一緒にさせていただきたいと思うんですが、はい、今日のご感想などありましたらいただきたいんですけれども。はい、ありがとうございます。いつも楽しいなというのがまず第一の感想なんですけれどもね。はい、今日はですね、特に午前中は、職場内のコミュニケーションというところでですね、はい、特に相持ちの先生ですとか、はい、あるいは学年同士の先生のコミュニケーションを中心にワークを、まあ、ふんだんに盛り込みながらですね、はい、関係を深めていくということを取り組んでまいりました。はい、実際に遊びながらというかね、はい、遊びと思えるようなワークを使いながら触れ合い、そしていろいろ意見を出し合いというところで、収束していくわけなんですが、はい、特にこの午前中は後半ですね、皆さんの感じたことという部分から始まって、はい、職場内のコミュニケーション、いわゆる解釈ですよね、はい、気づきというものであったり、はい、あるいは相手への思いやりというものに対して現場でどうそれを理解しながら職場の連携を取っていくのか、はい、なかなか日頃ですとね、こういったところまで雑談やあるいはミーティングの中でわざわざ話すこともできないことだと思うんですけれども、はい、それがかなり十分に、ね、はい、いいラインでお話ができたんじゃないかなというふうには感じております、はい、また午後はテキストを使いながらですね、皆さんに最終的にはカウンセリングの技法まで含めてトレーニングをしていただきました、はい、またこれは終わりがないと言いますかね、そうですね、実際にトレーニングを計算しながら現場ケースケースでね、はい、対応できる力というものを身につけていく必要があるかと思います、はい、やはり心がけていたのはこの表情を見ながらですね、はい、先生方一人一人がしっかりとこのご自身の気づきを深めていくということができるように、はい、時にはね、いじりながら、はい、時には褒めながら、はい、やっていったわけなんですけどね、はい、そういったところで、まあ、心よい疲労感に今浸っているというところでございます、はい、ありがとうございました、はい、まだまだ今年度何回か研修お願いしますので、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。